GSG-9 はドイツの連邦警察の対テロ特殊部隊。ヨーロッパ諸国の同種部隊の中でも主導的な立場にある部隊の一つである。創設当初は連邦国境警備隊の指揮下にあり、部隊名は第9国境警備軍とされて GSG-9 はその略称であった。その後、国境警備軍という部隊編成単位は使われなくなったが、 本部隊はあまりに有名になったことから2005年に BGS がブポールに改編された後も同じ略称を使い続けられるように部隊の正式名は連邦警察 GSG-9 となった本部隊の創設の直接的な契機となったのが1972年9月5日のミュンヘンオリンピック事件であったこれはパレスチナの過激派組織黒い9月が ミュンヘンオリンピックの選手村を襲撃し、抵抗した二人を殺害して九人を人質にしたものであった。当時、西ドイツを含めて、どの国にも大テロ作戦を専門とする部隊は設置されておらず、当局の対応は極めて混乱したものとなった。当初の計画では、犯人グループの要求を受け入れたように見せかけて、逃亡用の航空機を用意し、警察官を ルフトハンザドイツ航空の乗務員に変装させて、登場してきた犯人を制圧するとともに、被害に逃走する犯人は、狙撃によって無力化することになっていた。しかし、作戦の直前になって、乗務員に変装した警察官は、作戦が危険すぎるとして、任務を放棄してしまい、制圧任務は5人の射撃手に委ねられることになった。ものの、これらの警察官は、 射撃成績が優秀であるために選ばれただけで、特に狙撃手としての訓練を受けたわけではなく、与えられた武器も、狙撃銃ではなく、アイアンサイトしか持たない、通常の小銃であった。このため、犯人を速やかに無力化することができずに、血みどろの銃撃戦になってしまい、最終的に、テロリスト8人のうち5人が射殺されたものの、人質も全員が死亡。 さらに警察官一人も死亡するという最悪の結末を迎えた。おまけに、ここで拘束したテロリスト三人も、翌月のハイジャック事件の際に釈放せざるを得なかった。この事態を受けて、内務省は直ちに対策の策定に入った。ドイツ連邦共和国基本法には、対テロ作戦における連邦軍の国内出動については、規定がなく、議論が分かれるところであった。また仮に、 連邦軍にこのような精鋭部隊を設置した場合、ナチスドイツ時代の武装親衛隊のようなエリート部隊の復活と捉えられないかとも危惧されたことから、連邦政府の警備警察組織である連邦国境警備隊が設置部隊となった。そしてウルリッヒウェグナー大佐を初代指揮官として、イギリス陸軍の特殊部隊 SAS 及びイスラエル国防軍のサイエレット・マトカルからの支援のもと、 9月26日に創設されたのが本部隊である GSG-9 の突入訓練本部隊は州警察の特別出動コマンドや刑事警察の機動出動コマンドと連携し国家レベルの特殊部隊としてドイツの警察に対テロ作戦能力を提供するウェグナー大佐は GSG-9 を3つの戦闘中隊に分割した隊員は 10ヶ月の基礎訓練過程を経て、これらの戦闘中隊に配属される。第一中隊ハイジャックなどに対する人質、救出作戦を主任務とし、狙撃手も要している。第2中隊戦闘潜水や潜水艇、小型集艇などを用いた海洋対テロ作戦能力を備えている。海軍の戦闘水泳中隊による訓練を受けている。 第三中隊港高度降下低高度解散や高高度降下高高度解散を用いた空中機動作戦や低身行動能力を備えている。これらの戦闘中隊はさらに5名ずつの特殊作戦部隊に分かれている。ミュンヘンオリンピック事件直後にヨーロッパ各国で創設された大テロ部隊は動作の確実性を評価して回転式拳銃を個人武装として採用していた。これは 本部隊も同様で、1977年のルフトハンザ航空181便ハイジャック事件の際には、ウェグナー大佐は4インチ重心の S&WM-19、部下は S&WM-66、または自動式の H&KP-QS、そして H&KMP5 短期間銃を携行していた。この作戦の際には、拳銃では瞬間性圧力が低くテロリストを、 無力化するのに手間がかかったのに対し、MP5 の鍛錬者を受けたテロリストは即座に行動不能になり、MP5 の威力が強く印象づけられた。このため、GSG-9 は、その後の作戦で、MP5 を愛用するようになっていった。またこの時期には、H&KHK69 敵弾発射機や、H&KHK512 散弾銃も装備、されており、 1980年代には、H&KP7 拳銃も使われるようになっていた。1990年代に入ると、犯罪者、テロリストの間でも、防弾直機の普及が進んだこともあって、様々なバリエーションの H&KG36、C カービンが用いられるようになり、多くのバーイスサプレッサーを装着して使用していた。その後、同社の H&KHK416 へと、 移行した。また拳銃もグロック17に更新された。狙撃銃としては、H&KPSG-1 が最近まで高く評価されており、また、DSR-1 も用いられた。その後、338ラプアマグナム弾を使用する PGM ミニヘカート338を採用した。 1977年にパレスチナゲリラによるルフトハンザ航空181便ハイジャック事件が発生。この事件において GSG-9 はソマリアのモガディシュに着陸した航空機に強行突入を行い、わずか5分で犯人を制圧、人質全員を無事救出した。この事件は人質全員を無事救出したことからモガディシュの奇跡とも呼ばれている。 この活躍により、GSG-9 は一躍有名になった。1973年から2013年の40年間で、GSG-9 は1700件以上もの作戦を実施していた。しかし一般的なイメージと異なり、このうち重機を使用したのは7回に過ぎず、多くの場合は、緻密に作戦を立案、実施して、容疑者の選択肢を奪うことにより、 発砲せずに事態を収束させていた。一方で、この期間に、作戦中に3人の殉職者が出た。このうち2人は、2004年に、イラクで、独大使カニを護衛中に車両が RPG-7 ム反動砲の直撃を受け、戦死したものである。2009年海賊事件が多発する東、アフリカソマリア沖で、ドイツ戦績が海賊に乗っ取られた事件でも、 独政府は拘束されていたドイツ船員らを救うために GSG-9 台に中隊を派遣したが作戦実行の2日前に中止された。海賊の見張りが6人から35人に笛九州への備えが行われていたことや共同して作戦立案や演習を行った米国側から危険な作戦だとの助言を受けたことが理由とされるパリ同時手発テロ事件を受けてドイツも タイテロ部隊の強化に動き、2015年12月に GSG-9 を保管する新組織、部府を設立。2016年中に250人規模へ拡充することを計画している GSG-9 タイテロ特殊部隊2007年3月から2008年5月まで、ドイツの衛星ペイテレビ局 SAT-1 で放送されていた同部隊を主軸にしたドラマ。 パイナップルアーミー漫画作品、ブレイクスルー、突入でハイジャック事件に出動する、レインボーシックスシリーズ部隊を構成する隊員には、GSG-9 出身者が含まれる。ありがとうございます。